動産好きのテルです。はい。今回は、4つの財布を持てってね、私言ってますけども、まあ、年金、一つの財布が年金給与か、そして、不動産、年金、給与。で、サラリーマンになって、その信用を使って不動産の投資をやってみましょうと。それからそこから上がってくるお金から株もやってみましょうっていうようなことなんですけども、まずその不動産投資するのに最初ねお金びっくりじゃないですか。初めてやるのはねなかなかね勇気いります。なんか理由があっても、し何ですかね、なんかどうしてもやんなきゃいけないようなね事情があったりすると案外できちゃうんですけども、そのサラリーマンって安定した職業についてでもリスクを負おうとするとですね、大体奥様に反対されますね。親戚とかね、ご両親とかね、奥さんの両親とか。まあところが商人のね家の育ちだとか、両親、自分の両親がね経営者だったりするとね、そんなに驚かないですね。リスク取るのをまあ当たり前になってますんでね、工業地帯の人も商店街なんかの勤めにいる人もね案外簡単にやりますよ。はい。それでね、最初に一発目としてはね500万ぐらいどうですかね。それでこのアットホームというねこのサイトで中古マンションでワンルームで500万というのをねちょっと考えてみました。でね、場所はね東横線がいいかなと、まあ貸せるでしょうということで、でこのチェックしましたら5件出てました。はい。でこれはね1件目が430万で、2件目3件目4件目ということで、あ5件目か5件目か、まあ いずれにしてもですねワンルームですよね。ワンルーム、本当にワンルーム。で、大体ね、でもね、これ1900、これ見ていただくとね、はい。これね、1988年でしょ。81年に建築基準法が新しくなりまして、これは新基準って言うんですけども、結局地震がね、昔ありまして、そのひねりでもって潰れたところが結構多いんですよ。1階がこの柱だけで立ってるやつが弱いんですね。でそれでその建築基準法が変わって、そのひねりに強い建築になってるわけです。だから案外ねこの1981年2年以前のものが結構ね売りに出てますね。やっぱり私はそれはなるべく買いたくないなと思ってます。はい。買うならば82年以降かな。はい。でこれなんかは対象ですよね。で、これ、クリックしますと、これかな?こっちか。ね、これは、ダサイプラザだから、こっちで。で、これも場所もね、ミオレンジ9分。そんな悪くないし、オートロックでしょ ?2 階以上で、1階はね、ちょっとっていうのがありますから、2階以上。4階部分ですか。ただ、これ写真がないんですよ。まあ、これはね、まあ、通常のやつでしょ。で、まあ、これは、2路線が使えますよっていうのと、室内洗濯機置き場があって、収納があって、安心のオートロックってね、いうことで、まあ、センチュリー21さんだしね。それで、どうやってるかと、これ、よいしょっと。あ、これはセフプラザでしょ。これをコピーして、ね、でこれかこれですよね。あちょっとこれ 坂道なんですね。はい。それとどの辺かなっていうと、まあ実際見てみなきゃいけませんけども、横浜線の大口と
妙蓮寺っていうね、二路線使えるよと、こういう話ですね。まあ妙蓮寺も品のいいとこですよね。まあそんなことで、まあ大通りでもないですし、いうようなこと、これやっぱり見に行かなきゃいけませんけども。それで、もう一つ次ですな、このメゾンドエスペレンス3階。ね、この3階でしょ。で、これ、大倉山9分。ね、オートロック。っていうようなことで、これは、あ、これ見ますとね、ちょっと遡るんですかね。まあこれは普通の部屋は綺麗だと。ね。で、ちょっとこう坂になってる。まあここ車が通ってますね。眺めはこんな感じみたいな。で、まあ人気の東横線。ね。小杉に9分。まあ、小杉ってすごいね、便利なところですけど、そこから渋谷30分、横浜14分、大倉山9分、オートロック、コンビニ、総合庁舎近く、投資用におすすめ。これはそういうことですね。で、まあ、これも86年ですからね、81年、2年以降ということで、で、これを、どの辺かというのをこれで取りまして、よいしょ、こういうことですな。これですかね。なかなかいいですよね。ただここがまあね、道路ですんでね、まあどういうところかなっていうのは、これも見てみないと分かりませんね。まあでも10分以内ね、これお気に入りが8人だよね。これ売れちゃうかもしれませんね。まあ投資用にもいいってことで、まあこういうで、まあ最初にね、サラリーマンの方が、まあまあ私は4つの財布って言って、サラリーマンの方にはぜひね、まあ給与と、まあ年金とか給与で固定収入を得ていただいて、サラリーマンという信用を使って銀行ローンをね、引いていただいて、まあ、買うというような時に、まあ、最初のね、スタートとしてはどうなのかなと。まあ、現金でもね、貯めた現金でも買えないことはないと思うんですけどね。はい。それで、まあ、これでですね、お抱えのね、工務店さんを作っていくっていうか、リフォームしていただいてね、それから税金も申告してもらうと、お抱えの税理士ができますし、で、仲介のね、まあ、こういう仲介の方ともお付き合いすれば、管理もしていただいて、まあ、いろんな勉強できますよね。火災保険をつけたりね、それから出て行かれる時とか、契約の更新とかね、まあ、そういう意味で、すごく、まあ大きさが小さいですけど、勉強にはなります。はい。それで、自分で使うこともできますしね。で、よくあるのは、まあ、入ってる、テナントに入ってるやつっていうのはですね、割と安くなるんですね。で、テナントが出ますとね、空室になると少し高く売れるということで、まあ、それを狙った不動産屋さんもいますね。賃貸に出されてるものを安く買って、出たら高くなったら直して、その差額を設けると。まあ宅建でも持ってらっしゃって、不動産のね、事務所なんかにすることもできますし、その不動産の免許を持ってれば、不動産って個人でやる場合は5年以上持たないと税率がね、短期浄土、長期浄土って言いまして、儲かったら差額のね、を税金取られるんですけども、短期ですと 40% 以上で、長期ですとね、5年以上ですと 20% というようなことだと思います。はい。で、
それを不動産屋さんが自分で転売をすれば商品ということでね、あの儲けはそのままあの収入として、まあ税金はその法人として、やった時の法人税っていう感じですか。法人税ってあの今安いですからね。まあそんなようなことで、まあいずれにしてもこうやってまあちょうどね、3月っていうのが一番不動産の活況な時ですんで、この物も出てくるってことですかね。まあこうやっていくつか出てるものをチェックすると、不動産屋さんもこういう物件についてはこういうアットホームに出して、はい、これは結構多くの人が見ますんでね、まあ、あのおすすめのサイトですし、投資をするときはそれがいいんじゃないですかね。実際にね、このサラリーマンが不動産投資やるってのはものすごい勇気がいりましてね、これあの大体奥様反対されますね。それでサラリーマンのご家庭の方とかご両親がサラリーマンの方ですと、それはちょっとあの心配だからやめとけみたいなね、いうのはありますけども、まあやってみると案外簡単で、まあいろいろね、あの多少のトラブルはあるんでしょうけどもね。ただあの私ね、なんでこれ結構古いじゃないですか、この頃ってね。なんでいいかというと、この頃の物件で確かねもっと高かったんですよ。1000万とか2000万してたのが不動産バブルの時に暴落しましてね。それであのその当時は取引事例だったんですけども、だから高かったわけですね。ですから高い建築費でやってますから、いいものできてるんですよ。ですけど不動産の暴落で今はあのこういう物件はあの取引事例でなくて、その賃貸でいくら出したのに対して利回りがどのくらいかっていうことで価格が決まってくるんで、買い時だと思うんですよね。買い時っていうか、いい建物としては割としっかりしてるというふうに思いますね。はい、まあそんなことで最初にね手がけるにはこれはいいと思います。それでね、もう一つね、私考えてるのは、あの案外神奈川の方にあるあの公団ですか、500万くらいでね、確かね朝新住宅とかいうところで公団やって紹介してくれるんですけど、そこが案外ね狙いどころかなと思ってます。また次回ね、そういうのをねあの、紹介していきたいと思います。はい、私もねもうブログとかいろいろ研究したんですけどね、だんだん退屈してきまして、不動産大好きなんで、早く春になって暖かくなったらですね、物件を見にね行きたいなと思ってます。はい、もしこれよろしければいいねをね、そして、今後もこういうのどんどん出していきますので、あのチャンネル登録していただけたら幸いです。まああのこの中でいろいろ私言ってますけど、自己責任でねやっていただくことと、数字がね多少あの間違ってることもあるんで、よくご確認の上ねあのやっていただきたいなと思います。まあ不動産仲介の方とか、あるいは税理士の方はね、あの詳しく知ってますんで、その辺はねよく勉強された方がいいと思います。はい、ということで、以上でございます。ご清聴ありがとうございました。はい、また。